エヌマジャンシェーバンプです。はい、今回は SOT の美味しい場所とね、全部紹介していこうかなと思います。結構ね、僕 SOT 好きで、何回も回ってて、なんか美味しかった場所をね、ちょっと思い当たるところをね、全部紹介できたらなと思います。でね、早めにね、さっとね、ちょっと行っていきますんで、止めながら、見てみていただけると嬉しいです。よかったら高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。OK。さあね、このね、後ろ、シネマの後ろ。はい、ここのガンボックスがあって、医療品脇。そして、ここね、貴重品、ゴルチとかがね、湧く可能性があります。はい。まあ、かなり低い確率だね、ここは。まあ、パッとね、寄って見るのもいいかもしれません。はい、シネマね。で、シネマの中は、工具箱だったり、スポーツバッグがいっぱいあるんですけど、正直かなって感じです。まあ、スカブでね、あさりに行くんならいいかもしれません。はい、ここからね、ずんずん回っていきます。はいよー。さあ、ここ、シネマの横の部屋。はい、ここ。入っていきまーす。はい、スポーツバッグ。で、ここはね、よくスカブで遊るかな。はい、ここ、ドロワーが、4つあります、合計。で、PC が1個、PC が2個って感じ。で、テーブルの上にね、ドリンクが湧くかなーっていう感じです。さあ、入っていきます。で、ここはね、廃工場の場所になってんですけど、ここ廃工場美味しいですよ。その前に、この左。はい、あそこね。いや、木のクレートあると思うんですけど、あそこね、医療クレートです。漁りましょう。ワンチャンね、レドックスの可能性もあります。あとはね、最序盤のサレバとか入ってる可能性もあるんで、漁った方がいいです。さあ、廃工場のマークドの周りになってます。ここね、工具分けあります。はい、入っていきます。で、鍵いらずって今回ね、ちょっと紹介すると思いますね。鍵の部屋は紹介しません。ここね、マークドキーです。廃工場マークドキーになってます。はい、入って、ここ。はい、医療脇が、はい、ここにも、この下にも医療脇、あ、医療脇じゃないわ、ごめん、工具脇があります。で、入って左の奥。で、ここと、この棚の上に工具脇。ほんで、はい、工具脇、この、ね、下の方にね、ここら辺にもね、直で工具が湧いてます。はい、工具脇。で、ボックス。工具ボックス。工具箱の木箱。工具箱の木箱。になってます。そして、ここも工具箱、木箱になってるんで、しっかり漁りましょう。そしたらね、ちょっと裏の方に行きます。はいよ。じゃあ次、この裏に行きまーす。で、ここ出たらね、あれ？どこ行った？あった。これね、金庫横たわってるんで、ここね、漁りましょう。こんな感じで金庫あるんで、しっかりね、漁っていきましょう。さあ、ここのね、マンション。まあ、言ったら、シネマと、あっちのリバーをつなぐ、この右のマンション。ここね、美味しいっす。ここ食料脇、この下にもあるし、ここにも食料脇あります。今回ね、オフラインで直脇はね、ちょっと少ないんですけど、まあ、今回ね、ここの食料脇、あります。砂糖とか。あと、この上にもね、ゴルチェだったり、なんか、ちょ、ひょんしてます。あと、ドロワー2つ。ここのね、後ろにも直脇あります。さっと行きますよ。もう SOT ね、喋ることが多すぎて、もう大変。で、2階、この2階入ります。ここら辺ね、工具脇。はい、ここにね、グラボ脇がたまにあります。まあ、ここら辺ね、もろもろちょっとね、見ていただいて、食料脇。はい、ここら辺にもね、工具脇だったりね、そういう電子機器脇があります。で、さあ、上にね、上がっていきます。ここのね、3階がうめんすわ。4階か。4階、ここがね、うまいんすよ。はい、今左のね、ここ、ちっちゃいね、めっちゃちっちゃいスポーツバッグあります。なんて可愛いんでしょう。はーい。じゃあね、上がって、こんな後ろのとこ、ここうまいっす。ここ軍用脇、貴重品脇あります。机の上と、この椅子の上ありますんで、ここはね、しっかり見ときたいところです。はい、よー、じゃあ次も降りていきまーす。まあ、ここを見たらささっと降りていきましょう。もうね、SOT の申し子と呼ばれてますんで、ぜひともね、SOT で聞きたいことがあったら呼んでください。で、あそこは木箱。リバーの横木箱あるんですけど、あそこね、医療木箱になってます。はい。で、ここ正直ね、漁ってもいいんですけど、そんなに漁る価値はないかなと思ってます。上にね、貴重品脇ちょっとあるんですけど、ちょっとね、惜しい。時間が惜しいって感じかな。はい、ここは僕正直、行ったって感じ。なんか隅々まで漁りたい人は漁ってみてください。なんかね、もう、PMC とかで回ってて、漁り効率がいいとこだけ今回ね、ちょっとパッと紹介していこうかなと思います。美味しい場所をね、主に。で、ここはね、鍵部屋がいるんですけど、鍵2つ、ファイナンスキーってとこなんですけど、ちょっとね、まあ、今回は鍵ない場所っていう場所なん、ちょっと紹介なんで、今回ここをスルーさせていただきます。
さあ、そしたら次行きましょう。さあ、このまま裏走っていって、マップで言うと右上の方に向かってます。あったあったあったと。なんかね、こっちの方はね、なんかマップの左にね、貴重品脇が固まりすぎなんだよな。なんかこっちのとこ美味しいとこあんまないんだよ。あとね、まあ、どうしようかな。もうちょっとホテルもね、後からちょっと紹介します。さあ、そこ行ってると、右上の方に来ました。この右上のところ。ここね、美味しいっす。BMC で漁るとかなりうまい。はい、ここね、キーがあります。ラスティットキー。おーっと、え、珍しい。こんな感じでね、ラスティットキーがあります。これね、ポーチの中に入らないキーになってます。これね、10% ぐらいの確率で湧いてます、レイドに。かなり美味しいキー。マークドキーとかが湧く、鍵になってます。直湧きのキーが湧くんだよね。はい、ここにね、デッドスカブがあります。さあね、この裏から入っていこうかな。はい。G4 の裏から入っていきます。この辺はね、マジで工具系があるんでかなりうまい。棚の上に工具脇、ここも工具脇、そしてね、ここの中にも、工具脇、ここにね、スポーツバッグ、ここに工具箱、で、ここに工具、木箱あります。はい、ここね、ドロワー2つあります。あと、スポーツバッグ。で、ここに関してはもう効率がいいから、もうささっと漁っていくのが、結構いいね。で、工具脇のこの木箱。で、裏にね、あれ、工具箱あります。まあ、ここ漁ったら、まあ、この突き当たりにもね、工具箱あるんですけど、漁りたかったら漁ってくださいってことですね。まあ、スポーツバッグというか、カバンに余裕があればって感じ。さあ、そのまま奥に行ってみます。はい、こう、スポーツバッグ。はい、スポーツバッグ。スポーツバッグ。かなりうまいね。スポーツバッグはやっぱ何でも出る可能性があるからうまい。ヘッドスカート。はい、行きます。さあ、上がって、さっと。でね、ここら辺にもスポーツバッグあったぞ。ここら辺にもスポーツバッグある。で、ここ、防具脇。なんかね、ランダム脇になったからね、ちょっと面倒だね。で、こっちね、ワンチャンレドックスとか、貴重品湧く可能性あるんだけど、もう、淡いてることほぼないんで、もう、いいやーって言って見逃します。ちょっとね、こっちまで来るのめんどいんで、ここにレドックス湧き。まあ、医療品湧きあるんで、拾ったらいいかな。ちょっとゴルチェとかかな、この辺、見たことあるの。あとはまあ、工具湧きここある。って感じで、まあね、あさりに来てもほぼほぼ落ちてねえから、これはもういいかなーって感じですね。持ちたらラッキーなんですけど、こっちに行くちょっと時間が面倒なんで、僕はこのまま裏抜けていきます。で、まあ、こっちからも出れるんですけど、一回ね、ベルーが見まーす。で、やー。ね、ここね、裏から毛破り。で、いけます。内側からだとね、毛破れません。はい、こんな感じで。ここね、かなり美味しいとこです。ビットコインとかかなり落ちてることが多い。この中に埋まってるんで、しっかりね、体をこすりつけながら白い点が見えるまで見ましょう。ここと、ここは埋まりがちなんで、しっかり、何もないなと思っても中に落ちるときあるんで、しっかり見ときましょう。さあ。上はベルーガなんですけど、そこは無視っすね。はい。この裏通っていきます。まあ、デッドスカーブがある。一応ね、こう電子機器脇がこの板の上にあります。さっと向かっていきます。はい。でね、今これ真ん中の一番上の方ですかね。マップで言うと。右の上行って。で、ここはまあね、スカブの時だったら朝に来ていいかなって場所です。PMC で行くのはちょっとだるいんで行かないっすね。ここにね、脇があって、PMC の人大体知ってるんで、ここも漁られてることが多いんで、ちょっとね、スルーすることは多いっすね。はい、このね、テーブルの上に SG 脇だったり、まあ、軍用、ビットコイン、その他もろもろ注射器系も湧きます。このね、書類の中に隠れてる時があるんで、しっかり見ておきましょう。あと机の上、この辺全体的に、いいね。はい、この裏のね、ここの辺にも貴重品脇あるんで、しっかり見とく。大事。まあ、インテリジェンスとか湧いてる子なんですけど、僕ね、インテリジェンスまで見たことないかな。はい。はい、じゃあ、このね、向かいの部屋、ここはね、
ワンチャン、まあまあまあ。ワイプ直後来ると、まあうまいかなって場所です。食料脇と、貴重品置きがそのちょっとだけあるなって感じ。食料脇がある、まあその、ちょっとね、このトランクの上に貴重品がありますよ。まあこの、この辺にもね、貴重品脇がちょろっと落ちてることはあるんですけど、まあそんな感じの場所っす。あとは3階の、ここの。ここら辺に食料脇がその他、ちょちょろっとあります。あと貴重品脇、ここら辺にもね、ちょっと電子機脇が落ちてるかな？うん。はい。降りていきますと。まあ、ここに関しては、俺はあんま、TMC ではあさんないかな。近くではいたら行くって感じの場所にしてます。まあ面倒なんで、ちょっと奥に行って、また帰ってこないといけない、ね。やっぱ通り抜けれるルートが、鳥がね、僕好きなんですよね。無駄のないルート。鳥が好きなんで、あんま行かない感じですよね。テラグループの、はい、ここ。ダンスと、はい。ここね、ちょっとね、歩いて入ると、挟まりがちっす。で、ここに、金庫がありますよ、っていうのと、この中に、ドロワー一つと、武器ボックスか。だって鍵があれば開けれます、あそこ。テラグループの、セキュリティ、ガンなんとか、鍵。で、ここはね、インテリがよく出る鍵。テラグループのなんとかなんとかって鍵です。なんとかなんとか。書類事務の鍵だったかな。めっちゃ雑やけど。さあ、行きます。うわ、パインウッドホテルさ、どうしよっかね。ちょっと後から行くか。あ、一応ね、こっち、あんまあさんないんすけど、ちょっとだけ紹介だけしよっか。このね、2階に金庫がありますと。突き当たりの金庫。ここの金庫ね、漁られてないと開いてます、最初から。ここ閉じてたら漁られてるってことです。覚えておいてください。まあ、こっちちょっと余裕があるんだったら漁りに来てもいいかなーっていう場所です。あとはね、まあ、ガンクレートだったり、医療の箱があそこら辺にあるんで、医療箱、医療バッグとかあるんで、ちょっと漁ってもいいかなっていう場所になってます。あとは、あっち側、角、左上の、マップで言うと左上の方。あっちの方はね、デッドスカブがよく落ちてるんで、もんちゃん拾いに行ってもいいかなという感じです。さあ入ってきました。ここ、ゴールデンワールドっていう名前の店なんですけど、ここにね、貴重品脇あります。このね、棚の上にも貴重品脇があります。あと、ここの下全体的に貴重品脇あるんで、しっかり見逃さないように見てください。はい、この辺にもね、あるのかな。俺、この辺であんま貴重品見たことない。この奥は食料品脇だったかな。この辺に食料湧いてるイメージっす。はい。この棚のね、前の方にもね、湧いてるんで、見逃さないようにお願いします。はいよ。とりあえず、どういうルートで行こうかな。回っていくか。外周からちょっと見ていく感じでいくか。はい。で、ここ来ました。僕がね、結構漁るところなんですけども、むずいな、紹介が。ちょっと。はい、ここら辺。ここ PC がね、かなり多いんで、うまいところになってます。PC、PC、PC、PC。4つありますね。デッドスカープ。で、ここにレドックス脇があります。一応、医療脇。あとはスポーツバッグが、そこに落ちてるかな。って感じ。あとは PMC の時に漁らないんですけど、ここドロワーめっちゃあるんで、漁りましょう。スカープの時に、余裕がある時は漁りましょう。いいね。もうスピーディーに行っちゃうよ。はい、行くよ。あ、んで、ちなみにこう拾ったラスティットキーっていうのはこの上にあります。今回ね、オフラインだから、ちょっとね、脇が悪くて何も湧いてない可能性があるんですが、こんな感じでラスティットキーという拾った鍵があります。ここね、かなり激レアなんで、あるかな。工具脇だったり、
ほら、もうマークドキー出た。え、ワバダンドゥってかあれじゃない？あ、さっき初めに冒頭で説明した廃工場の鍵が出ました。ただ、ティーポットだったり、ここなんだ。お、シネマキー。おう、TG キー。あ、さっき言ってたな、テラグループのあれだね。警備用武器保管室だから、俺がテラグループのここ、って言ってたとこです。さっきね、ちょっと前に。あと、フィールだったり。この辺ね、RBVO。はい、VO キーがありましたと。マークドキー、えぐいね。え、ここ、うまいね。未だにうまいんだね。まあ、感じの場所になってます。で、ここ、マジで見にくいんで、こんな感じで、横になると、どこに鍵が落ちてるかとかわかりやすいです。TG キー、コンフ。まあ、こんな感じか。あとはね、この、窓枠にね、鍵とかも挟まってる時があります。今回だけでこんなぐらい手に入ってます。会議室の鍵。TG キーや。はい。マークド2個だ。普通に美味しい鍵なんで、ぜひともね、アサリに来てはいかがでしょうか。ちなみに、ここまでアサリに来る人に、あさってほしいのは、この上のガンクレートとかかな。はい。ここの上に2つあるんで、これね、取り忘れないようにあさってください。さあ、次ね、こう降りていって、PC デッドスカブ。はいね、右の方行きます。これ右の方にドロワーがあるのと、この上にね、なんかビットコインが湧くみたいなこと話を聞いたことあるんですけど、空いてるとかは見たことありません。あと、カバンがここにあって、食料脇がちょっとあるかな。あと、工具脇がね、この右奥にありますと。ここ開けて、ドロワー1つと PC 1つ。この辺はね、ちょっと PMC でもよくあさるかな。通り道なんで。はい、ここ分かりにくいんですけど、奥のここに金庫あります。PC もあります。ドロワーもあります。で、ここが医療、スポーツバッグ、で、PC 一つって感じ。ささっとね、あさっていけるんで、俺はこう好きっすね。よっしゃ、じゃあこのまま奥に行って、ここね、美味しい部屋っすね。はい、美味しい部屋来ました。ここね、さっと見ていきます。ここゴルチェとかそういうね、上品脇をさっと見て、工具脇があって、はい、2階に上がる。挟まるなってばよ。オッケー。はい、奥側の、はい、このベッドの上だったり、この床に貴重品脇があります。そしてね、ここの食料脇、貴重品脇、この貴重品脇。ここね、全部ね、ビットコイン湧く可能性あります。ここだったり、ここの上だったり。ここね、かなり貴重品脇多いんで、4つとか湧いてる時ありますね、貴重品に。さあ、次学校エリア、向かっていきまーす。で、学校の中は、ああ、でも、あるわ、美味しいとこある。ちょっと医療品がうまいんすよね、学校の中。一回。ただ、スポーツバッグがね、かなりの確率で落ちてるんで、湧いてるからね、そこも漁るのも結構うまいかな、と思ってます。はい、ってことで、ここ、医療品脇がすごいある、キッチンみたいな食堂です。はい、ここ医療品バッグある、みたいな。ここで、地味にうめえっす。ビビる。まあ、こんなもんかな。正直。まあ、ここら辺はまあ、ドロワーが上にありますよっていうぐらいなんで、あんまり、あさんないかな。こっちに帰るか。いや、喋ることいっぱいあんぜ、マジ。でも、この SOT、ちょっとね、10分、まあ20分、長くて20分に抑えていいかな、と思ってます。さあ、このまま抜けていって、え、次。この奥、見ていきます。まあ、これ、用品脇だね。用品脇ありますよ。さあ、ここに来ました。で、ここね、PMC の脇もあるんですけど、ここにね、貴重品脇があります。レア脇かな？軍用脇とか、注射器脇とか。注射器が湧いてることが多いかな。あとは食料が、もうその他もろもろ、ここら辺にあります。で、この後ろね、工具脇がすごい多いんで、棚なんだったらね、しっかり見ておきましょう。あと、ドロワーね。で、一応ね、ここ、さっきね、紹介したゴールデンワールドの横に出ます。あそこさっき言ってたゴールデンワールド。あ、ここ、テラグループのね、建物です。はい、さあ、行って。
はい、入っていきました。ここ2階ね、上がって、ここのね、中間、グラボだったり、テトリスとか、そういうね、美味しい電子系が湧きます。さあ、2階、入っていて、デッドスカブ、ね、食料湧きがその他、もろもろ、左右にあり、まあ、ガンクレートもここら辺、あされます。しっかり。はい、右から紹介していきます。はい、右手前、ここ、はい。この辺、貴重品湧きあります。今回、めっちゃ湧いてるね。ロレックスだったり。ここね、かなり埋めんで、激戦区にはなってます。はい、ドア開けて、ここら辺、貴重品脇あります。埋まってます。こんな感じで。見ときましょう。はい、椅子の上。この辺は食料かな。玉とか、その他、ボロボロ開いてますよーって感じ。はい、この辺はね、なんか、わかんねえ。まあ、うん、雑貨。うわぁ、さっき取っとけばよかったなぁ。ちょっとミスったなぁ。このまま降りていくんですけど、向こうの方行きますね。で、こっちの方まで帰ってきて、さっきのね、ここら辺、さっき学校エリアの抜けてきた場所。で、ここのバーの場所に確定脇で鍵が湧いてますんで、ここね、結構漁ると美味しいっす。スカイブリッジ系っていうとこなんですけど、ここね、確定脇してます。なかったらプレイヤーが取ってるよーってことになります。さあ、このまま抜けて、いきます。で、スカボの時にね、美味しい場所と紹介してます。ここの奥、ドロワーがね、ここかな？うん、ドロワーめっちゃありますんで、この部屋はちょっと漁った方がいいかなと思います。で、ここね、横たわってんだけど、ここにもね、ドロワーあったりするますって。ここはアホっす。うん。ドロワーの天国なんで、ドロワー天国部屋です。穴場。漁ってる人見たことないっす。さあ、んでね、さっき漁ったとこはそこで、ここね、アーチがあるんですけど、スカイブリッジ系ちょっと開けていきます。おいしょね、もう目もあるよ。くる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 上がって、ほんと。長いなぁ、もう。さあ、屋上まで。屋上ってか、渡り廊下。連絡通路まで上がってきました。ここがね、さっき拾った、スカイブリッジキーってとこになってます。はい、開けて入っていく。まあ、タスクで2回来るのかな、ここ。2回来るんですけど、タスクじゃなくてもうまいっす。このね、ベッドの上とベッドの下に貴重品脇が湧いてます。しかもね、雑魚貴重品じゃなくて、結構ティアの高い貴重品なんで、結構おすすめです。これね、戻って帰るのもいいですし、蹴破って帰るのも OK です。さあ、こんな感じで蹴破って帰ります。そうすると、このね、横側、はい、に出てきます。あとね、こっちもね、ここ、薬品の5があって抜けれます。医療バッグがね、ここに落ちてるんで、しっかり漁りましょう。こんな感じになってます。よし。じゃあ次こっち行くか。さあ、この辺もね、ちょっと裏に抜けれるんだけど、無視します。ここもね、ちょっと抜けれる場所なんですけど、無視で。さあ、来ました。チェカナ屋ですね。一番美味しい場所と言っては過言ではない場所。はいよ。さあ、ここ。貴重品脇。で、デッドスカブを横たわってた。あとはね、ここら辺、玉とか食料。で、ここはね、ちょっとね、見てほしい。しっかりね。はい。ここのね、下、埋まってます。ビットコインだったり、そういう、軍用脇ありますんで、しっかり見といてください。さあ、入っていって、この辺ちょっとね、下、貴重品。で、ここにも枠ね、貴重品。あと、PC があって、棚の上、この棚の中とかに、壺だったり、そういう貴重品が湧いてます。あと、食料系が、この辺全体的に湧きます。あとは、ま、この奥の方ね、この、小物が多いんで、まあ、漁りたい人は漁ってみてください。僕は漁らない感じかな、いつも。無視しちゃいます。この辺、布とか電子機器、グラボもね、落ちてます。さあ、開けて、下ね、暗いんでちょっと見づらいんですけど、このね、中、注射器だったり、貴重品分けあります。この辺、玉とかかな。
あ、ここら辺は注射器がよく落ちてるね。はい、開けて3番。3番入って、この中、注射器だったり、軍用機あります。さあ、ここ降りて、この上ね、お酒系統があります。まあ、ここら辺、その他も食料だったり、あと奥にも食料脇あります。で、ここしゃがんで、うわぁ、そっか、鍵どこだ ?1 号だ。別に大丈夫っす。なしで。で、帰るときはもうここね、蹴破って帰ります。鍵があればね、右からも降りるんですけど、基本的にこっちから帰った方が安全ですね。まあこんな感じで降りれますね。で、ここからね、中抜けていきます。踏みていくか、中を。基本的にプレイヤーの時はね、こんなボスが湧いてたりするんで、あんま行かん方がいいっすね。慣れてない人は。一応、入ってすぐここ、レドックス湧きありました。僕確認しましたね。ここの上かな?ここにレドックス湧いてました。で、あと、レクソスがめっちゃうまくて、中っていうよりは外がうまいんですよね。ここ。お、マジでうまいっす。バカ。はい、ここね、もう全体的貴重品分けあります。この棚の上だったり、ここのとこ。そして、ここ。貴重品分け、貴重品分け、みたいな。で、ドロワーもあるしね、しっかり漁れればうまいっす。あと、ここね、医療脇が全体的に棚ありますんで、しっかり見ときましょう。サレバとかもね、結構出しやすいんだなと思います。さあ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 、ここ、医療脇、ここら辺にありますと。いいね、この辺も。だからまあ、PMC、ボスが湧いてたらグレ投げて、どかして入って出るだけでも全然うめえっす。じゃあ、ちょっと次、コンコルディアのちょっと、直湧きだけ紹介して、今回ね、SOT を終わりにさせていただきます。なんかね、聞きたいとこありましたら、ぜひともね、コメントいただけると嬉しいです。さあ、ここの裏。この裏もね、貴重品湧きあるんで、しっかり漁っていきましょう。まあ、デッドスカブ、こう。で、下の方にもね、防具湧きとかあるんですけど、はい、ここ。ああ、今回湧いてるね。まあ、注射器だったり、ビットコインも湧いてます。あとね、ここのガンクレートね、2個重なってる時がたまにありますんで、しっかり見ておきましょう。で、奥にもね、ガンクレートあります。で、降りてすぐここの真下。はい。プレートと、ここら辺工具脇全般。ワイプ直後は工具脇うまいから、やっぱしっかり漁ってほしいところだね。いや、もう喋り疲れたよ。もう30分経っちゃうぜ。30分ずーっと喋ってるよ。さあ最後コンコルディアの直湧きだけ紹介して終わります。さあね、これ辺ね鍵とかがいるんで、まあそれね後々上げていきます。鍵に関しては。そしてはいこの辺。64と63の間の部屋。はい、ここ64の鍵だね。ここ普通にうまいね。で、ここも63の鍵、うまいっすね。で、ここの奥。ここね、鍵なしで入れて、普通にビットコイン湧いてる可能性があります。こんな感じ、今光ってるけど、これギターピックだね、今回。こんな感じで埋まってることがあるんで、しっかり見ていきましょう。このホルダーの中にも埋まってる時あります。あとは弾系統かな。OK! もう喋った。もうこんなもんっす。ある程度鍵のなくて美味しい場所。なんか他にね、喋ってないとこもあると思いますんで、こういうところを知りたいよっていうのがありましたら、コメントとかでいただけると返したいと思います。SOT だったらね、ほぼほぼ知ってると思います。はい。まあ、効率のいい稼ぎ方。今回ね、その、マップ全部を紹介したんですけど、これをなんか半分だけ漁って帰るっていうのが、当たり前なんで、毎回これを全部漁って帰るってわけじゃありません。それは多分分かってると思いますけど。はい。
そんな感じでした。今回全マップ回ったんで、ちょっとだけね、長くなりました。もしよかったらね、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた別の動画で会いましょう。じゃねー。絶滅危惧種のバンプーのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。さあ、一箇所目。このね、今、マップの左上の方から、今、真ん中の方に向かっていってるんですけど、まあ、よくね、みんな知っている、ゴールデンワールドって言われるところが、その前の、場所になってます。あと、ここね、アーチのところだね。そして、ここの向かい側。はい、ここ。もともとね、入れなかった場所、内装がね、追加されました。こんな感じでね、入っていけます。おぉ。はい。ここ、マジで美味しいです。言ったら、まあ、カバンとかあるんですけど、ドロワー2つ、プラス、こっちにドロワー。で、ここにもドロワー。ガチでうまいっす。で、スポーツバッグ。で、こっちの方もあったかな。この白い PC とかあされません。で、ここだけと思うじゃん。違うんすよ。まあ、ここから出て、はい。このトトトナリさん、はい。ここもね、一緒に、あされます。ドロワー3つあって、このね、PC はあされません。まあ、こんな感じかな。で、まあ、奥にはね、スポーツバッグがあるぐらいです。まあね、タスクが増えるのかな。こういう場所に取りに来い、みたいな感じの場所。はい。まあ、こんな感じです。1箇所目。ここもね、かなりうまい。スカブで来るとね、普通にうまい場所なんで、ぜひとも来てみてください。はい。ユニティクレディットバンク。ってとこです。ユニティクレディットバンク。はい。以上。はい、次の場所やってまいりました。今ね、学校エリアにいるんですが、この学校エリアの向かい側、はい、ここ、拡張されました。まあ、こんな感じでね、このドアが開くようになりました。前までね、開かなかったんですけど、中に入っていって、まあ、スポーツバッグ。で、この辺、その他もろもろスポーツバッグだったり、この机の上に丸ボロとかを置いてるかな。で、ガンボックス、ガンボックス、工具箱。で、ここ鍵部屋になってます。新鍵。ネゴキーって僕は呼んでるんですけど、ネゴシオンルームキー。まあ、これ分からない人もいると思うんですけど、ここのキーあります。ここもね、ちょっと検証動画も撮ってますんで、ぜひともね、今後、お待ちください。チャンネル登録を押してお待ちください。はい。んで、ここね、机の上に食料脇がところどころありますんで、しっかりね、見ておきましょう。今ね、オフラインで来てるんで、ちょっとこの脇が見えないかなと思います。はい、ここ、はい。スポーツバッグ。で、ここね、3部屋あります。3部屋。で、一番奥の付け取り部屋もあるけど、3部屋ね、同じようなところあります。こんな感じで、机の上にね、全体的に食料脇がありますんで、漁りましょう。で、PC があって、等身大の、ウェイ、ターミネーターみたいな。まあ、スポーツバッグ、PC、で赤い PC は漁れません。まあ、道具箱。で、全体的、食料脇ありますんで、こう、いいですね。で、こうさっきのね、この、ここのモニターがあるんですけど、監視部屋みたいな。ちなみに部屋の中入ると同じようなモニターがあります。はい、ここもね、まあ同じ感じ。PC があったり、工具箱あったり、まあ他のことで同じ感じになってます。スポーツバッグあって。で、まあ工具箱、で、ここ奥の部屋、スポーツバッグに、まあ食料脇がところどころある感じです。はい。で、これで一周回ってきました。工具箱もある。はい。ここだけでね、かなりうまいです。じゃあ次の拡張マップの場所行きましょう。レッツゴー。はい。ってことで、三つ目の拡張エリアやってまいりました。ここでコンコルディアの後ろでクラッシュサイトがあそこにあります。マップで言うとね、左下の方になってます。はい、ここ。セキュリティキー下のところ、この上ほら。バーガーショップっていうのができました。あと、ここのね、横のなんかレストラン、カフェみたいなところもできました。で、基本的にここ入って、ここにね、なんかバッグとかが湧いてる時あります。あとは、入ってスポーツバッグがこの辺、その他もろもろ湧きます。で、ここ、貴重品湧き確認できました。これ多分ビットコイン湧くんじゃないかな。あと、この下にもね、貴重品湧きありましたんで、しっかり見ておきましょう。スポーツバッグ。で、医療バッグがここにあります。うまいっすね、ここ。で、ここどこに繋がってるかと言いますと、はい。コンコルディアの正面と、はい。繋がってます。新しくね、左側の場所から裏に行けるようになりました。そして、さっき横のお隣さん、カフェの方、バーの方、こっちからもね、行き来できます。まあ、ここら辺はね、食料脇が湧いてるって感じ、スポーツバッグがあったり、まあ、そんな感じですね。
まあ、隣のね、店の方がちょっと美味しいイメージです。OK! じゃあ次の場所を紹介していきまーす。さあ、4カ所目やってまいりました。ここタクシー出口あって、コスティン、クソ脇って言われてるコスティンがありまして、その隣。はい。ここ。新しくできました。ここなんて書いてあるの？ロシア語になってるね。けど、ここね、うまいっす。まあ、全部言うんですけど、新しいくなった場所、うまいっす、全部。はい、ここ美味しいポイント。はい、ドロワーがあります。3つ。スポーツバッグ。この上にね、食料脇あります。で、まあ、1階から説明しますね。スポーツバッグがあって、ここ入ります。机の上に全体的に、工具脇が湧いてます。で、ここ食料脇があったり、スポーツバッグ。美味しい場所になってます。で、目玉は上です。まだね、ちょっと紹介しないんですけど、はい、ここまず、はい、スポーツバッグ、多く紹介しますね。こんな感じでね、至るところに食料脇だったり、スポーツバッグがありますよ。まだね、どこが美味しいかわからないじゃないですか。ここ、なんと、新鍵部屋があります。ここももう10回検証取ってますんで、後日、ちょっと待ってください。はい、ここがね、新鍵っていうか、鍵部屋になってます。ここのキー、名前が、REA キーになってて、まあ、中身ね、マジでうまいんで、ちょっと気になる方は、チャンネル登録して待っていてください。後日すぐ出しますんで。鍵はないんですけどね、ちょっと開けてもらったりしながら。まあ、ここから見えるんですけど。はい。貴重品脇が複数あるし、工具脇、ね、グラボ脇もあると思います。電子機器脇があるんで、絶対湧くと思います。以上、ここの横でした。はいよー。次行こう。はい、さあ次、何箇所目だ ?5 箇所目かな ?5 箇所目。来ました。ここどこかというと、はい、シネマ。さっき紹介したとこはそっち側です。その向かい側の、新しく薬屋さんができました。まあ、ここから入っていきます。本当に医療脇多いね。医療箱だったり、こっちからも全然入れます。あとはこっち、医療バッグ。この辺ね、直脇もしますんで、しっかり見ておきましょう。うん、こう医療バッグ。で、ここ、医療箱って感じで、ここはね、なんか、使用品が美味しいってとこですね。特にね、美味しいレアなものは見たことはありません。まあ、こんな感じで繋がってますよ。という感じになってます。あ、ここも医療箱あるね。いいね。まあ、正面から見ると、こんな感じの場所です。まあ、この一角に、角にできましたよ。医療品の、ハウスができましたよっていう感じです。いいね。24時間のドラッグストアみたいなのができました。はいよ、次行きまーす。来ました。6つ目の場所。はい。ここどこかというと、シネマ。はい。さっきのあそこからこっちに来たって感じです。このね、角。まあ、ダメージハウスがこっちいただけれますよ。マップのね、真ん中の右の方です。はい。ここのね、建物の中、あされるようになりました。ドアを開けていきましょう。で、ここの後ろにね、クレートがあります。でね、ここにドルとかそういうのが湧きます。台の上に。で、ここね、貴重品確認できました。このね、ソファーの上、ここに貴重品がありました。スポーツバッグとかかな。また机の上に食料脇が、大体あります。まずスポーツバッグあるね。この後ろね、キッチンになってて、特にね、なんか食料があるってわけじゃなくて、まあスポーツバッグあるぐらいでした。こっちは食料脇だね、本当に。もう机の上だったり、またこの裏の方。ここなんかトイレットペーパー開いてるね。まあこんな感じの脇になってます。まあ基本的にさっきのソファーを見る感じかな。うん。の場所です。こんな感じで一周回る感じ。ここはね、少ないっすね。脇。はい。ってことで、最後、7箇所目紹介します。ここね、沢出口の青い新幹線あって、まあ、コンファインド、でね、銀行がありまして、この奥、拡張されました。もうここがね、本当に拡張っていう拡張だね。はい。こんな感じで、拡張マップ。になりましたと。ここ全体的にバカうまいっす。木箱あります。でね、まあ、真ん中の公園とかもね、脇あるんですけど、ちょっとね、そこより先に聞いてほしい場所があります。今、SOT で一番熱い部屋紹介します。ここの部屋、一番熱いっす。ここも、10回検証もう、済ませておりますんで、ぜひともね、動画をお待ちください。で、ここの鍵だけね、持ってます、もう。これね、MVD キーになってます。アカデミーエントランスホールキー。ここね、開けます。ここはね、まあ、動画を見てもらえば、わかるんですけど、マジでうまいキーなんで、ぜひとも、お待ちください。
まあ、ちょっと紹介しよっかな。はい。ここ、貴重品分けあります。はい。ここ、貴重品分けあります。ここ、貴重品分けあります。ここ、貴重品分けあります。この裏、貴重品あります。ここ、あります。はい。これね、一応、全部ビットコイン分けますんで、どの場所も。えぐいっす。まあまあまあ、紹介します。はい、ここをね、はい、医療ケースがあって、医療バッグ、スポーツバッグ、そしてね、ここ、ガンアタッチメント、ここら辺を置きます。スポーツバッグ。ここがやばいね。やっぱ一番最後に持ってきたんですけど、マジでうまいっす。ここ医療バッグ。ね、まあ、食料置きが、その他もろもろありますよ。って感じかな。次、奥側行こうか。で、ここ出口がね、1箇所、2箇所しかないんで、ちょっとね、V レイヤー来ると抑えられるとちょっと辛いかな。オグワキ、あれ、バック。って感じ。あとは、まあ、あれか。スキンバックありますよ。こっちからも出れます。で、中庭もね、ちょっと紹介していくんですけど、はい、ここ。ガンボックス。結構ね、ティアの高いガン系が湧いてます。サプレッサーだったり。結構美味しい。まあ、クレート。あります。で、中にもね、湧きます。このね、これ一応ね、ガンボックス漁れるんですけど、このガンボックスの上に、湧きます。アタッチメント系も。ここもね、結構ティア高いと思います。サプレッサー系湧いてました。OK。まあ、こんなもんかな。で、これ、こっち側どこに繋がってるんだと言いますと、まあ、言ったらわかるよ。すごいんだから。うわー、ここかーってなるよ。見覚えのある場所でーす。